指導よろしくお願いします、リサさん。ご指導ってそんなにかしこまらなくていいって。でも料理を教えてほしいって電話が来た時は驚いたよ。料理のことは料理の上手な人に頼むのが一番だと思ったんですそんなに上手でもないって。でもそんな風に言ってもらえるのはすっごく嬉しいな。でこれからその友達が来てパーティーなんだよね。どんな料理作るの？材料はもうあるんだよね。あんまり手の込んだ料理だと結構厳しいかもだけど。手巻き寿司とお味噌汁を作ろうと思うんです。手巻き寿司か。うん、いいじゃん。それなら具材を切るぐらいだし時間はかからないかな。本当ですか？あ、リサさん、それは私一人でもできるでしょうか？一人で？大丈夫だと思うけど。なんで？自分の手で作った料理でおもてなししたいんです。その方が歓迎の気持ちが伝わる気がしますから。そっか、オッケー。じゃあ私はそばでアドバイスするね。はい、よろしくお願いします。じゃあまずは具材を切るところからだね。野菜はきゅうりと長ネギ、大葉を用意しました。では精神を集中して。若宮イブ参ります。で、ちょっとちょっと、なんで両手で包丁持ってんの？人たちでキュウリを両断しようと構えているところですけど。両断しないの？ほら、包丁の持ち方はこう。そっちの手は猫の手にして野菜を押さえて。あ、はい、猫の。キュウリはヘタを除いてから半分に切って、それから縦に切っていくよ。あんまり薄くならないようにね。わかりました。頑張ります。リサさん、準備終わりました。具材は全部 OK。 ご飯も硬さもいい感じ。海苔も準備よしだね。お疲れ様。手巻き寿司の方は準備完璧だよ。はい、無事に完了してよかったです。次はお味噌汁ですね。具は豆腐とわかめと油揚げを用意しました。こっちもそんなに難しくないよ。具を準備して煮るだけだし。じゃあさっきの感じで具を切ってこっか。はい、よし。あとはお湯が沸いたらお味噌を入れるだけですね。ここまで来たらもう心配ないかな。ここまで来れたのもリサさんのアドバイスのおかげです。リサさんは本当に料理が上手なんですね。お料理は誰に教えてもらったんですか？私はお母さんに教えてもらったんだ。こう見えて意外と煮物とか好きなんだよね、私。それで自分でも作れるようになりたくて教えてもらったんだ。いいえ、意外だなんて思いません。好きなものは人それぞれです。日本食が好きなのは日本人として誇るべきことですよありがとう。イブは素直でいい子だね。というかさ、イブは料理とか教わってなかったの？簡単なものは教えてもらったのですが、フィンランドを代表する料理は少ししか教えてもらっていません。今度帰ったらおばあちゃんにもっと教えてもらおうと思います。じゃあそれを作れるようになったら私も食べさせてもらっちゃおうかな。はい、ぜひ。作れるようになったら日本のお友達にも食べてもらいたいです。あ、お湯が沸いたみたいです。リサさん、これにお味噌を溶き入れるんですよね？こういう感じでしょうか？そうそう、そんな感じで入れたら出来上がり。じゃあ味見してみよっか。そうですね。ではいただきます。さすがリサさん直伝のお味噌汁ですね。ほっとする優しい味。
れがお袋の味ですか？え？ちょっと、私まだお母さんじゃないから。そうでした。リサさんはとても料理が上手なので、つい。まあいいけど、ちゃんと美味しくできてよかったね。はい、本当にありがとうございます。料理の準備はリサさんのおかげでバッチリです。どういたしまして。パーティーうまくいくといいね。実は私もちょうどアルバイトが終わったところなんです。よかったらご一緒してもいいですか？ありがとうございます。それじゃあちょっと用意してきますね。お待たせしました。ホットコーヒーです。コーヒーといえばフィンランドの人はすごくコーヒーをたくさん飲むんです。家にいる時もお仕事する時もみんなコーヒーを飲んでいるんですよ。朝にはコーヒーと一緒によくプッラを食べるんです。あ、プッラはパンのことですね。日本で言うと菓子パンでしょうか。シナモンロールとかですね。私もプッラは大好きです。あ、コーヒーご馳走していただいてありがとうございます。こういう時は片付けのうござるですね。あれ、違いましたか？そうだ、この間私の家でホームパーティーをしたんですよ。パーティーの時、私のフィンランドのお友達ハンネも遊びに来てくれたんです。旅行代とかすごく高いのにわざわざ来てくれて、私それがすごく嬉しかったんです。でも私ハンネに嘘をついていたんです。日本に来てたくさんお友達ができたって言ったんですけど、本当はそんなに多くなくて、私友達があまりいないことで心配をかけたくなくて、つい嘘をついてしまったんですけど、ハンネはその嘘にも気づいていて逆に心配をかけてしまったんです。私が嘘をつかなければ心配をかけることもなかったので、すごく悪いことをしてしまったと思って、なんだか胸がモヤモヤしました。あ、でも嘘をついていたことはちゃんと謝れました。千里さんやかすみさん、かのんさん、皆さんのおかげです。もしいつか皆さんに何かあったら、今度は私がお手伝いしたいです。皆さんの悩みは私が一刀両断、ゴーンと方向ですね。そうそう、パーティーではリサさんにレシピをもらって日本の料理も作ってみたんです。手巻き寿司に味噌汁、あとは折り紙もしました。侍の衣装も着て和風のおもてなしをやってみたんです。やっぱり見るのと自分でやってみるのは全然違いますね。武士道はもちろんですが、日本の文化にもっと興味が湧きました。寿司、すき焼き、藤山だけじゃなく、日本には素晴らしい文化がたくさんあります。例えばお餅つき。そのパーティーの後、かすみさんたちが次はお餅つきをやろうと言ってくれたんです。お餅つきはお正月の行事らしいので今すぐにはできないのが残念ですけど、今からすごく楽しみです。お正月までの期間は剣道の素振りだけじゃなくて、キネでお餅をつく練習もしたいと思います。あ、お餅をこねる練習をしてみてはどうですか？私がキネでつくのでこねてください。二人で一緒にお餅をつくのすごく楽しそうですよね。それにしてもお雑煮にきなこ餅にあんころ餅、どれから食べるか今からすごく迷いますね。お正月は絶対一緒に